皆さん見てください。やばい、かわいいね、見て最高。はい、皆さんおはようございます。上野ありさの YouTube チャンネルです。今私がいるのはローソンです。アリサを待ってます。で、このローソンの前で待ち合わせようってなったんだけど、移動するわ。おお、え、このスーツケース何？今回はアリサが婚約しました。やった、もう本当に嬉しい。見て、もう花って感じ。もう本当に嬉しい。あ、このバックグラウンド超いいじゃん。それのお祝いもなんかちょっとできたらいいなって思うんだけど、アリサにこの後会ってこれエアドルしたらバレるやん。まあいいでしょう。ちょっと待ってください。アリサになると彼氏が送ってくれます。見てください、マイルスです。見てください、マイルスとアリサ、パパラッチフライデー中です。あ、私に気づいてます、私に気づいてます。アリサがローソンの前に行こうとし、マイルズ、マイルズ、マイルズ、おめでとう、ありがとうね、ありがとうね、やばい、本当に待ってたよ、私はずっと、I was waiting forever, thank you so much, おめでとう、love you。はい、アリサが登場でーす。おはようございます。今からどこ行くんですか？バリに行きます。やったやった。ということで今からこの方とバリに行きまーす。テルマちゃんと3泊の2人旅です。で、行ってきまーす。バイバーイ。毎度おなじみのあやなを探せが始まります。イエーイ、イエーイ。空港のここがあのドライバーさんが待ってるとこなんだけど、ここにスタバができてて、つい買っちゃったよね、コーヒー。テルマちゃんはピンクシェイクなんちゃらかんちゃらを買ってました。チャレンジャーです。はい、あやなの人待たせちゃって。あやなはどこだろう。なんか前あの辺にいたんだよな。あやな、いました。ありがとうございます。テリマカシセガラに着きました。私たちが今回泊まるのが新しくできたセガラ。海って意味なんだって。めっちゃすごいね。めっちゃ綺麗。Thank you。エルタムフラワーいただきました。ピンクと白、いい匂い。本当だ。あ、いい匂い。イエーイ。ピンクかわいい。すごいじゃん。わあ、すごーい。最高じゃん。最高。今日はあそこでディナーをします。今から。すごーい。空も神秘的な。ちょっと和を感じるようなデザインに。この辺とかなってます。すごい、どこにどこを見ても美しいですね。最高、超綺麗ね。え、二重扉。これライブ。え、なになになに、どういうこと。Yes. ああ、こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっち行きまーす。はーい、涼しい。うわー、めっちゃおしゃれ。すごーい。いいね。おちゃ、あ、すごい。サプライズ。すごーい。ビューはどんな感じなんだろう。あ、ちゃんとベランダじゃない？ついてるじゃん。オーシャンビューだよ。明日絶対綺麗だよ。すごーい。うわー、すごーい。え、最高。え、最高。こうじゃん。あ、こっから見たら超綺麗。イエーイ、幸せ。
セガラのカランという新しいね、レストラン。まあもちろん、ホテルが新しいからレストランも新しいんだけど。来ました。素敵。お腹すいた。あ、すごい。キュー。久々の。あやなココナー。Thank you. わー。テーマちゃんはコーラ。コーラです。メイン先来ちゃう。まあお腹空いてるからね。いただきます。久しぶりのこいつ、お部屋にデザートを持ち帰りました。おはようございます。寝癖がやばい。朝ごはんです。朝ごはんもあちらカランレストランで食べます。やっぱ雨降ったみたい。今は雨季なので。あ、ちょっと降ってんね。まだまたまた主食だらけの朝ごはん。おはようございます。朝はこんな感じ。わーすごい、こんなだった。オーシャンビューのお部屋です。はい、というわけで着替えて化粧をしました。じゃん。アリシアの水着にアーバンのスカートです。これはくるみちゃんが編んでくれたニット帽で、今からセガラのプール。今回ここが新しくできたホテルで、セガラに泊まらせてもらってるんだけど、プールもね2個、ルーフトップと1階とロビーのところにあるので行ってみたいと思います。このバッグがニットのやつなんだけど、意外といっぱい入って良い。ニットだから伸びるから結構いっぱい入っていいです。ルナというセガラの新しいルーフトッププールに来ました。大人限定だって。イエーイ。あら、かわいい。ハロー。かわいいじゃないですか。かわいい。いい、めっちゃいいじゃん。オーシャンビューだよ。ステージもあります。歌っちゃってローズリフレッシャーっていうノンアルコール、さっぱり美味しいです。結構無理かも。本当だったら押したいんだけどさ、カメラ持ってるから押せないよ。え、そんな冷たい？ああ、冷たいけど慣れる、慣れる冷たさよこれ。いや、サウナじゃないから。はい。皆さん見てください。アリサは1ミリもメイクを崩さず泳いでおります。うわ、すごい景色、超やばい。気持ちいい、入っちゃう。ほら、絶対気持ちいい。だから私顔を濡らしちゃうのよ。私できない、あれ。 Excuse me? Can I get the towel? 最高でした。最高。はい、ちょっと水着を着替えてですね、今からランチ。ランチはアヤナのサミサミなので、バギーかなかトロリーかなんかで移動したいと思います。楽しみ。サミサミ、あのオーシャンビューのすごい素敵なところなので楽しみです。セガラからは無料であのトロリーが出てるので、今からアヤナの方にトロリーで向かいます。すごい後ろが。ここがオーシャンビューで、久しぶりに子供、あ、鳥がいる。
最高。最高。ホワイトロータスって感じですね。事件が起きるかもしれません。やばい。どっちが死ぬと思う？いや、絶対うちでしょ。アリサ絶対、アリサ絶対死なないもん。めっちゃ晴れたじゃん、さすが。ほら、だから言ったじゃん。絶対晴れるって。ほら、すごくない？これがメインのプール。はい。次ですね、こちらです。はい。サミサミ、わーい、ビールでも飲んじゃおうかな。わーい、オーシャンビューの素敵な、Thank you、素敵な席です。どうですか、テルマさん。もう素晴らしい。本当に最高最高。うちらの眺めはこんな感じ。いいですね。やっぱりこのおしぼりが出るところが5つ星ですね。出ませんから、アジア。え、そうなんだ。え、アメリカとかも出なくない？確かに、うん、これ、おもてなしです。サラダとツナタルタルとそばです。いただきまーす。バージンモヒート。え、めっちゃなんか Thank you。 プールサイドでバージンモヒートとバージンライチマーゲリータを頼みました。蜂が来ました。はい、フィーチャリング蜂ベイビーボーイ。乾杯。イエーイ。いただきましょう。砂糖が少なくてうまい。ナイス。食べれるやつ。うん。かじるやつ。うん、おいしい。最高。イエーイ。晴れてます。イエーイ。今、アイサがプールに入っております。あ、気づきました。気づきます。はい、アリサのギャルスイミングレッスン、始まり。メイクを崩さず泳ぐ方法らしいです。ギャルスイミング撮っときました。ありがとうビラーボンとかあった。わ、雨がついちゃった。クイックシルバーとかあったり。ロビーに向かいましょう。え、かわいい。え、めっちゃかわいいやな、ゆうなめ。めっちゃかわいい。サルサル。何食べてんの。マジでもうズーだね。ズー。本当に本当にこれもアヤナの敷地内です。アヤナの敷地内にプライベートプール、クビっていうのがあって、クブか、クブで、うちらは今からクブビーチに行きます。晴れた。またまた晴れた。晴れるって。いや、ちょっと不安でしたよね。はい、ちょっと不安でしたけど、5時までには晴れるの。到着。すごーい。ここがゴンドラに乗ってます。え、こっちもすごいじゃない。到着しました。これはパンツ脱げるぐらいの波だな。すごい、ドリンクが可愛い。どうしよう、選べない。今ビーチに来ました。見てください。最高。私もめっちゃ久々に来た。結構マジ5年ぶりぐらいかも。マジ最高。最高だね。イエーイ。レッツゴー。いけー、いけー。入ってます。ちょっと今おしっこ中。終わりました。デイウォッチ。すごい波。今で撮れた。
本当？はい、では今から、ホテルに戻ってシャワー浴びてルーフトップバーに行きたいと思います。すごい焼けた、ほら見て、やばいよ、やばいよね、リストバンド焼けみたいな、本当に見て皆さん、赤いのアイス、ほら超赤い、逆がすごい、え、こっちだよ多分、いいよ、マジ？こっちも赤い、本当？ホルダー線ついてる、痛いよ、焼きたいんだけど痛いの嫌なんで、最悪。乾杯。では今からディナーに行きます。ディナーはスクーサというセガラの下のレストランに行きます。イエーイ、セレマちゃんのワンピース、ありがとうございます。ビデオで、あ、ビデオ今からご飯行きます。イエーイ、何すごい、ハロー、かわいい、わー、元気、かわいい、かわいいね、かわいい、こここそ映えやん、てかこことかで撮れそう、確かに、あら、この音楽はこのレストランから来てたんだ、かわいい、ここ映えだね、今風、どっち？こっちだって、もう香りがすごい、わあ素敵、いい香り、すごい、まだ続くの？うん、本当に奥の奥の奥だね、奥、あ、ここか、 Thank you。おはようございます。今からリンバの方に行って朝ごはんを食べます。イエーイトゲレストランです。こっちはリンバ、めっちゃ混んでる、わあ、めっちゃ混んでるわ、5月とは全然違います。もうとにかくビュッフェの数がすごい、あっちもで、ここもある、取り忘れましたが麺と肉じゃがと、ま、ナスのそぼろ、テルマちゃんは今日もバランスのいい食事です。こうやって出張 PCR を待たせてくれます。本当はお部屋に来てくれるんだけど、うちらロビーで見つけて捕まえた。で、当日の夜に、今午前中なんだけど、結果をメールでくれるそうです。あ、こちらも開けてもいただいてもいいですか？すいません。ありがとうございます。あー、海だよー。すごい。え、てか、結構ここ映えよ。はい、アリサブロゴ、ブルー V ロゴを見て皆さん、今日は晴れました、見てください。私は今回バリは3日間梅雨ですって言われてたんです。アリサから来ました、テルマちゃん3日間梅雨ピエンピエンって来たんだけど、私は言いました、大丈夫、絶対晴れるからって、晴れました、イエーイ、ちょっとミュージカル調イエーイ、すごい緑、パにグラブを呼びました。こういう先とかさ、マジでさ、うん、沖縄にしかないよね。確かに。あとから鹿児島とかに。ありそう。ごめんなさい、適当に返しちゃいました。すみません。モーテルメキシカ、ほら、かわいい、かわいい、わあすごい、めっちゃかわいい、来た甲斐があったね、てかめっちゃ映えてるよ、やばいね、 Thank you。
向いて。手振るのやばい。はい、ということでめちゃくちゃ可愛いレストランでした。今から本当にすぐ近くにキムスーがあるので、キムスーやってるかな、行きたいと思う。ここ入るんじゃなかったかな、ちょっと地図見てみる。暑い、暑い、汗が止まんない、マジ晴れたわ。あら可愛い、よいたまありがとう、よいたま。着きました、キムスー。すごい、混んでる。到着しました、キムスー。かわいい家具とかがいっぱい売ってるんだ、見てみたいと思います。え、この鏡めっちゃかわいいじゃん。かわいい、プール風のものもあって。汗だくすぎてやばい、もうファンデとか多分全部落ちてると思う。次はここのミセスシッピーに来ました。イエーイ、イエーイ。暑くて鼻の穴広がっちゃうんですけど着きました、ミセスシッピー。ミセシッピー、ミセスシッピー。え、何これ。ハロー、ミセスシッピー、ハロー。 Thank you, good, thank you。 最高かよ。キムスーでお土産を買いました。いろんな人に配れるようにコースター、かわいい、こういうのを買っていろんな人に配りたいと思います。8枚買いました。ちょっとプールに入ってきました。すごいぬるくてちょうどよかった。で、今からホテルに1回戻って、今日夜あの DJ が来てここでパーティーがあるそうなので、ホテルに1回戻ってからまた来たいと思います。はい、というわけでホテルに戻ってきました。テルマちゃんはお仕事の電話があるので1回お部屋に戻って、私はプールでまあゆっくりしてます。で、このあとサンセットぐらいの時にロックバーに行くので、まあ、もうちょっとしたらね、支度したりして行きたいと思います。最高だよ。今ここは日陰なんだけど、あっち側は。こっちも日がたくさん当たって、もう最高に晴れて、マジテルマちゃんのおかげって感じ。すんごいレンズ汚いね。イエーイ、太陽、ハロー。最高でーす。怖い。携帯落としたら怖いから。なんかここにできちゃったんだよ。で、時間がどんだけあっても足りない。本当にここにもずっといたいし、街にもずっといたいしみたいな、本当に足りない。こんな感じです。あ、人来ちゃった、人来ちゃったけど、こんな感じです。はい、今からロックバーに行きます。お決まりのロックバー。ちょっとサンセットなので、じゃじゃーん、キラキラを着てみました。テルマちゃんはガーリーなワンピース、はい、かわいい。ヒールも履きました。この服のためにヒールを持ってきました、小山さん。全員やめて、本当に恥ずかしい。なんで、かわいいじゃん。日本では本当に履かないから、かわいいよ。じゃあ全身収めとくね。かわいい。もう待ち方すら忘れた。白が生えてます。ピンクの髪と。素敵なホテル。ロックバーに久々にバギーに乗ってきます。バギーはヴィラの人たちが使うんだけど、でもなんか結構トラムの代わりにバギーも走ってるみたいな感じです。
夕日を見に行きます。大好きロックバーテーマちゃん初めてだもんね。初めて、楽しみ。めっちゃ可愛いよ。ここはショッピングモール、小さな町、どっちだろう。そう、あ、あった。意外と皆さん知らないと思いますが、上野アリサさんは方向音痴で物をすぐ落とします。落とします。それは最近の話ね。 Hello、 かわいい森や森。カメラ向けるとずっと手振るから、こんな芸能生活長いのにあるって今ロックバーに来てます。西日です。こっちからいい感じ、漏れる、漏れるよね、西日。乾杯。テルマちゃんはノンアルコールモクテル、はい、私は前も飲んだことあるかな、フィグのなんかお酒のアルコール薄めで、なんだっけ、フローズンレモネード。うん、おいしい。本当に薄いのかい。今から私たちはキセックレストランに行きます。わあ、どこに行くのかしら。すごいよ、最高だよ。 Thank you。やばい、キセックレストラン。Thank you。 着いた、砂浜です。すごい、なにこのロマンチックな、ここ、トゥリマカシー。やだ、ロマンチックじゃないですか。キセックレストランのコースです。いただきます。何がどうなってるの？野菜？野菜。サラダ。サラダ。うん。うん。東南アジアの味がする。おいしい。うん。すごいロマンチックな。わかる。スープでーす。このスープがめちゃくちゃ美味しくて。なんかね、魚介の出汁がすごいよね。うん、ちょっとだけスパイシーな。で、なんか、お魚かな入ってる。ビーンズと、きっと、エビとかイカとか。ね、入ってんね。入ってます。めちゃくちゃ美味しい。幸せ。バーベキューソースのジャンボシュリンプと、レモンバターのイカ。ご飯が来ました。はい。Thank you。バーベキューはね。うん、まっ、うまっ。ガーリックバターのお魚です。すごい、エビ美味しいな。うん、バーベキュー美味しいね。ほんとうまい。あやなのお持ち帰りボックスがすごくかわいい、ケーキみたい。紐くれました。じゃ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 、もう真っ暗で何も映りません。もう渋滞とかっていうかって感じだよね。パニック。ああ、涼しい。よかった。うわー、こんなだったっけ。めっちゃ久々だわ。え、こんな感じだったっけ。10年ぶりのポテトヘッド、もっとか、ポテトヘッドです。あ、マジで変わってるわ、こんなんじゃなかった。
これうちがずっと欲しい廃材から作られる椅子とかテーブルとかすごいこんなのがあるんだえかわいいこの T シャツで私たちはミセスシッピーにボーイズノイズを見に行ったんだけど10分しか見れなくて1時間半の渋滞でしたイエーイ、ポテトヘッドに来てでも気をつけてください、はい、私10年ぶりに来たからマジで変わっててでもよかったねただちょっと人混みが怖くて、うん、うちらはそうですねいっぱい飲んで、帰りたいと思いますの夜でした。はい。明日の朝は？明日は朝ごはん食べて。うん。こっちだよ。スパです。スパです。サウナとスパとお昼ごはん。朝ごはんサウナスパお昼ごはん帰る。はい。そしたら帰る。帰ります。見てください。アリサ蚊に刺されてます。刺されてる？火災が。はい。最後の最後の朝ごはんにビンバトゲレストランに向かってます。またトラムで。します、うん、はい、ということでまたトゲレストランにやってきてもう本当に種類が豊富こっちにはアジア系がブワーっと並べてこっちにも日本食とかあっちはアメリカン系とかこっちはフルーツとかサラダとかでさらにさらにこの中にはパンがあってでこっちにもアメリカン系みたいなのがあってでコーヒーステーションもある、まあ、今日も私は炭水化物だけを取りたいと思います麺、飯、餅、葉っぱ、パンでテルマちゃんは映えさすがです天然のバランスが取れた列に並んでたら目の前の人に全部取られちゃった豚肉が再入荷されたので取ってきましたセガラのプールに最後来ましたセガラのプールはメニューが違うみたい。いろいろセガラプールビバレージ。最後のココナッツでーす。悲しい。このアヤナのどこの施設でも出てくるチップス、ピーナッツが入ってるんだけど、ちょっとね、レモングラスも多分入ってんだよね。これがマジで美味しくて、お土産でアヤナで売ってたら買って帰るぐらいマジで止まんなくなる美味しさで、ぜひ売っていただけたら嬉しいです。でもおかわり自由でフリーだからみんなもぜひ食べてみてください後ろに乗ってますじゃーんこんな感じスパまで歩いて2分歩けデブ食って飲んですごいスパオンザロックここはどこじゃあこれはバギー必要です必要ですねわー海で、あっちでは多分今日結婚式があるそうですなんちゅう私来たことあるはずなんだけどな全然覚えてないわすごいこりゃすごいぞこれマジスパオンザロックだ本当にすげえあそこでマッサージやばい多分スパオンザロックって知ってるってことは来たことあんだよな多分同じリアクションしてると思うこんなとこでマッサージすんのって言ってるんだと思うよマッサージした後のこの階段が一番きついね試練あすごいこのスパオンザロックはこれとこれの2部屋しかないんだって超特別じゃんわーしかもうちら一番端っこだよ嬉しいな本当にスパオンザロック。めっちゃ多い。めっちゃ多い。すごーい。でここだよ。わあ。元気いい？元気。わあすごいよ。来たことあるわ。ありがたい。ねえ見て。外にも出れちゃうんだって。わあ、
スパオンザロック。すごい。わー。そう、外にも出ちゃったもんね。最初はフットウォッシュするそうです。まずフットマッサージをし、フットウォッシュか。洗ってくれます、足を。キュウリとミントが入ってる。マッサージ中の景色です。おぉというわけで今無事にチェックインが終わってもうすぐフライトで行くんだけど30分ぐらいあるので本当はダマールレストランでランチする予定だったんだけどスパンを入れちゃったのでセガラのこのロビーにつながってるカランレストランでご飯を頼みました。で最後はココナッツではなくウォーターメロンジュースにしました。テルマちゃんはなんだっけ。私はモヒートバージンモヒートで最後締めくくってます。最後までギリギリまでね楽しんでいきたいと思います。着くのは日本時間の明日の朝早朝なんだけど乗り換えがあって、はい、最後のアヤナでのご飯セガラです。さようなら。6357Yes. How do you say Terimakashi? See? Terimakashi. 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 Arigato. Kamsahamnida. Suddenly connected. Shop? Soap. Oh, soap. As soap or shop? Soap. Shop? Soap. Soap. どっち本当にわかんない。ショップだよ。だからショップだよ。いやいやソープっつってたよ。だからそこでソープを売るんだよ。ショップで。パーキング or パーク？パブ。あ、パーク？うん？パブ？パブ。パブ？ドリンキング、ドリンキング？ああ、ドリンキング。パブ？バー？パーク？パブ。ドリンク、ドリンク、ドリンク。ドリンク、バー。バー。バー。イエス。オッケー。あ、パブって言ったんだ。うん、パブ。You said パブ。うん。すごいジャカルタの新しいラウンジめっちゃ綺麗。すごいブレてそうだけど